忙しいのが今はすごく好きで、タスクがどんどん来る中で一つずつこなしていった時の達成感が大きいので、うん、みんなが知ってる会社で働くのってかっこいいなって思って、うんうん、いや分かる、だから僕は生殺与奪の権利を人に絶対に握らせないってことが大事だから独立したんです。どうもしゅんです。こんにちは、コウコさんです。はい、よろしくお願いします。コウコです。よろしくお願いします。本日はですね、コウコさんに就活生のお悩み相談をしていただきたいなと思っています。はい、本日の相談者の方、簡単に自己紹介お願いします。はい、一橋大学社会学部3年生の大塚紀穂と申します。本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。じゃあ早速お悩みの方をお願いします。ワークライフバランスとネームバリュー、どっちも重視したい気持ちはあるんですけど、インターンシップでのベンチャーで働いた経験を経て、どうしてもベンチャーみたいなガツガツした働き方が自分に合っているのかなっていうふうに葛藤していて、まあ、自分が今就活を進めていく中で、このどういう考えで進めていったらいいのかなっていうことについてご意見伺いたいです。何回か動画に出てもらってるんですけど、最初の頃は大手しか絶対嫌ですっていう固い意志だったんですけど今は何対何ぐらいなんですか？5対5ぐらいになったかもしれないです。おー、はい、人って変わるんですね僕、女の人の相談って答え決まってるけど背中を押してほしいだけだと僕は認識してるんで、多分本当は求めたい答えはあるんですよ、僕らに。こっちの背中を押してほしいっていうのは多分あるんですよ。絶対ダイヤリーだよちなみにもともとキイちゃんは大手志向だったと思うんですけど、はい、ベンチャー的な働き方が、まあ、合ってるかもと思った理由とか背景を教えてもらってもいいですか？はい、大きく2つあって、1つ目は他人軸なんですけど、うん、周りの人に向いてるねって言われることが多いっていうのがあります。ベンチャーに向いてる。あ、そうです、そうです。で、2つ目は、まあ、自分で働いていても忙しいのが今はすごく好きで、タスクがどんどん来る中で一つずつこなしていった時の達成感が大きいので、うん、今のシュンダイリーとかもそうなんですけど、うんうん、そういうベンチャーの働き方も魅力的だなって思いました。仮に、まあ、ベンチャーがいいって思って入ったとして両立できるのかなみたいな不安はすごくあって、うんうん、今は学生っていう立場なので、お金も時間も全く気にせず自分が好きなことをとことんできるっていう立場なんですけど、やっぱり家庭を持って子供も育てるってなったら自分以外の要素も考えないといけなくて、うん、そう考えるとベンチャーってすごく辛いのかなみたいな気持ちもあって。ネームバリューにも一方で惹かれるっていうところだと思うんですけど、はい、なんでネームバリューにも惹かれてるんですか？単純にやっぱみんなが知ってる会社で働くのってかっこいいなって思って、うんうん、いや分かる、すごい分かるちなみに僕の就職理由はネームバリューがあったからいや絶対そうっすよね最初はなんかかっこいいな、給料高いな、モテそうだな、以上だったんですよ。でも僕はそれは明確な理由があって、なぜならやりたいことが全くなかったんで、ネームバリューがあって選択肢が広がって今後のキャリアもまだ俯瞰して見れるポジションを取ってきたから、うんうん、で総合商社っていうのは給料高い、はい、でビジネスのベースを学べるから何かに特化しなくて大丈夫、うん、であとは当然お金も持てるというのも含めてなんですけど僕は俯瞰して見れるポジションで選択を後回しできる環境に行ったんですね。一番最初その就職の時期に僕が入れるベストのポジションに一回ついて、そこから別に他にやりたいことにこう下ってくる分にはやりやすいだろうなと思ったから、はい、一旦理由もなく一番ってところを目指してたんですよ。私自身中高も大学もそこそこ学力的にはいいんですけど、なんかどうしても知名度がなくて、あんまり地方に住んでる祖母にもこれ何なのみたいな感じ。一つ星って何なのって。そうですね、なんかやっぱちょっともやもやしてて、そういう思いもあって大企業のそのブランドみたいなところがすごく惹かれてて、うん、いや素直でいいですね僕それ自己顕著が高いって全然悪いことじゃないと思ってて、いや大塚さんにちゃんと認識しておいてほしいのは、何をしてる状態、どういう状態が自分が一番ハッピーかなんですよね。一橋ってすごいね、どこどこの会社に働いてるってすごいねっていう言葉を聞いてる状態が一番ベストなのか、それとも一緒に働いてる仲間に必要とされてる状態がベストなのか、どっちの方が幸せですか？結構僅差ではあります。僅差だね、なんかリアルだね、リアルだね、分かる
けどめっちゃ気持ちいい。ある程度満たされてからでもいいかもしれないね。じゃあその自己顕示欲みたいな、僕はまさに大企業に勤めたことがあるからこそ、はい、やっぱり当時タクシーに乗っただけでも、最初からただ日本引っ張っててくれてるよ、今日はタクシーでタダだよって言われたこともあったりする、するんですよ。本当におじさま世代とか、はい、あ、嬉しいな、かっこいいことなんだなって、当時はなんか思ってたんですね。で、会社辞めて銀行行った時に、父さんの経歴なんて借り入れはちょっと事業計画も不透明なんでつって、突然認められてたところから認められなくなった時に僕感じたのは理解してやろうと思うんですよ、当時僕への借り入れを断った銀行は今融資絶対受けないからね。パワーになってるんですよ。パワーになる、これはやっぱりパワーになるんで、最初ね自己顕示欲満たされてやっぱり会社辞めたら俺って看板出んだなって思ったんだけど、これは僕はなんかいい感じのパワーになってるんだって。そのもし何クソ感があるから一回大企業入ってベンチャーに行くっていうキャリアも面白いかもしれないし、僕は大企業入ってて良かったことはやっぱりネームバリューとか自信をつけさせてもらったことで、一方でいろんな情報から遮断されてすごい胃の中の蛙をやってしまったことだなっていうこともあるんですよ。いまだに銀行振込でお金のやり取りとかするんですね、彼ら。 LINEPay も PayPay も使わないみたいな、絶交してやろうって社会はこんなに進んでるのにまだ銀行口座を送り合ってるのみたいな話なんですよ。大企業にいる弊害もやっぱりあるし、一方でベンチャーにいるといわゆるスケール、入るベンチャー間違えるとスケールしないから、それはそれですごい人生の貴重な時間をミスる可能性もゼロじゃないんですよね、どっちもリスクはあるので、タイプを選ぶのって心ですよね、ワクワクですよね。明日死ぬって言われた時に今日どっちの人生を送りたいかを考えたらいいんじゃないですか。最初からベンチャーに行くとは どう思いますか。いいんじゃないですか。なんか僕はね話聞いてて思ったのは、多分マジでどっちでも大丈夫、なんかそんなに考えなくていい。別に大企業入ってベンチャー行ったら失敗するとか、ベンチャー入ってから大企業行かなかったら後悔するとか、そんなことは人生起きえなくて、なぜなら全てがたらればだから。確かに。だって僕まさに6年前に独立したんですけど、はい、6年前今自分が婚活番組に出てるなんて想像もしなかった。確かに。まあ先のことなんで、そのことにこう重りを置かれすぎて不自由な選択をするぐらいだったら、今出社しててどこが楽しいかとか、何をやってる時間が一番自分がこう豊かかを考えた方が全然いいんじゃないかなと思っちゃいますけどね。結婚かキャリアか、これって多分女性が20後半になって必ずぶち当たる壁で、就活生でももちろんみんな考えると思うんですよ。そういう人たちを支援するっていうのももしかしたら一つのやりがいになると思うんですよね。ロールモデルになるっていう、キーちゃん自身が自分がベンチャーに入ってベンチャーでも大企業のようなワークライフバランスをちゃんと築けるんだっていうのを、そのベンチャーで成し遂げることでみんなに、大企業じゃなくてベンチャーでもそんな選択肢あるんだら、やりがいもバランスも取れる会社ってあるんじゃ、仕組みってあるんじゃっていうのを作っていくってすごいかっこいいことだと思うし、なんかそれが一番ね自分の目的を達成するのにもしかしたら近いかもしれないですね。ロールモデルになったら、なんかさっきで言うネームバリューみたいなところも結局褒められるわけじゃないですか、なんかそういう意味では素直だな自分の求めてることではあるかなとも思いますし、で結果的に自分の夢も実現できるなら、結構ウィンウィンだなって思いました。じゃあネームバリュー作る側の方がもっと違い褒めされますよちなみにちょっとずれた質問なんですけど、どこかでグローバル的な働き方もしてみたいなって思いがあって、私小学校の時に海外住んでたんですけど、海外に住んでたことで自分の英語力だったり人生に影響があった出来事だなって思って、将来自分が子供を持った時にそれを経験させたいなみたいな思いもあるんですね、だけどその女性が駐在員として海外に行って旦那さんと単身赴任になってみたいな、あんまりやっぱこれまでロールモデルがいなくて全然全く想像ができなくて、現実的に難しいのかなみたいな思いもまあ葛藤としてあるんですけど、どうしたらいいですか。自分が選択する権利を人に与えないことなんですよね。会社に勤める中で海外駐在をしたいですって生殺与奪の権利って会社にあるんですよ。働きたいですって何度言っても事例を出さなかったらあなたは働けないじゃないですか、はい、叶えたいものがあるならそれをするための権利を人に与えている状態っていうのは一番弱い状態です。確かに。やっぱ大手の社員の方とお話ししても必ず行けるわけじゃないけどっていう前置きを絶対入れられるので、